期を過ごすとは。まあでも秋っていうとなかなかね、この夕日とかがすごく綺麗になってきますからね。芸術の秋、何かそうですね、絵とかそういったものの鑑賞とかも行ってみたいですね。ちょっとアートを勉強したいなって思うので、見るのは好きなんですけど、なかなかアートをねちゃんと見に行ったことがまだなくて、まあ、そういったものをまたちょっと見て、まあ、癒されたいなって思いがありまして、結構気にはなっているんですけどね。まあ秋、芸術といえば僕に関しては音楽鑑賞が基本ですよね。ちょっとどうしようかな、僕の方 BGM 変えてみようかな。はい、お聴きいただいた曲は、Z でスタービングですね。はい、スタービング、こちらの曲、久々に Z がリリースしている曲で、歌っている女の子はヘンリー・スタンフェルド。この前、マイセルフっていう曲を紹介したと思うんですが、その時に歌われている女の子が、歌っているようです。はい、まあ、せっかくですのでね、今日はちょっとこの後は BGM に変えていこうかなと思うんですけど、聞こえますかね。秋、トークテーマ秋です。秋なので皆さん音楽鑑賞しましょうということで、今はまずですね、白鳥の湖を流しております。白鳥の湖、僕の好きなですね、チャイコフスキーが書いた交響曲ですね。まず、多分皆さん、まあ、あまり興味のない方でも聞いたことはあるんではないかと思うんですが、こちらチャイコフスキーの白鳥の湖、やはりこのストリングスのね、この響き渡る音というのは非常になんか、しびますよね。もうこのね、夕日を見ながら白鳥の湖、なかなかいいと思うんですけどね。どうでしょう、こんなこと言ってると余計女の子にモテないような気がしてきたので、ちょっとねこのままでいいのかななんて思ってますけどね。そうですよ、もう秋ですよ皆さん、10月ですよ。はい、芸術鑑賞しましょう、スポーツしましょう。そしてあと足りないのは食欲の秋ですね。なんか美味しいものを食べに行きたいですね、非常に。僕もね、食欲の秋を楽しみたいんですけどね、なんせ1年半前から豚アレルギーでなかなか外食ができない、非常に残念なんですけど、まあ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 、食欲の秋よりもね、まあ、僕はスポーツの秋の人間なんでね、そこをガンガン今年は楽しんでいきたいなとは思ってるんですけど、はい、新しいロールアブデートを買い、そして走り抜けるコースを見つけ、そして夕日のもと綺麗な動画を撮りながら遊ぶと、それを目指しているんですけどね。あ、ちょっと注意事項ですね。ローラーブレードの話してるんですけど、ここ、今放送をお届けしているトロピカルビーチですね。こちらトロピカルビーチの方はローラーブレード禁止ですので、はい、まあ、ローラーブレードやる人なんてね、僕しかいないんですけどね。はい、スケートボードもダメですよ。でなおかつこちら自転車もダメですからね。
はい、皆さん自転車も実はこちらあのビーチゾーンではあの禁止の項目に入ってますので注意してください。はい、ということで、まあ、こういうね禁止事項をちゃんと守ればね、あの楽しめるスポーツですからね、自転車だったりねローラーブレードだったりね、もう誰に怒られるなんてないんですよ、もう本当にもうちゃんと公園で遊んでればいいわけなんで、はい、で今ですねあのこの BGM で流れてるのは、祝典序曲1812年チャイコフスキーですね。以前僕はですね変わった楽器ということで流した曲の時に最後に使った曲なんですけど、ちょっと違うバージョンで、本来はねあのバスドラムの代わりにあの大砲を使うんですけど、まあ、こちらはちょっとね、まあ、バスドラムを使って演奏しているタイプの、1812年になります。結構ね、まあ、音源によってねとかあの演奏している団体によってこういうあの雰囲気とか演奏の仕方とか変わってくるので、そういう聞き違い、あ、まあ、違うのを、まあ、聞いて、まあ、こういうふうに演奏するんだって思うのもですね非常に楽しいので、結構クラシックですね、あの奥が深いですから、皆さんピアノとかねクラシックとかねぜひぜひ、この秋芸術の秋に、まあ、ちょっと楽しんでいただければなと思っております。ということで本日はもう秋でお話を進めているんですけどね、まだまだあと10分ほどお時間ありますね。はい、いかがでしょうか。こうしてる間にですね、まあ、時間があるのであと1曲ぐらい選んで流したいなとも思っているんですけど、このちょっと僕としてはクラシックを流し始めるとそこに浸ってしまうのでね、なかなかそれが良くないということで、やはりちょっと雰囲気変えていきましょうかね。結構、うん、今の時期お祭りっぽい曲の方がいいのかなということで、これもお祭りっぽい曲ではありますけどね、この楽しい雰囲気が終わったらちょっと次は曲の方に参りたいと思いますね。はい、皆さん楽しみにされてください。でん、でん、でここで本当はね大砲がバーンってなってね、すっごい気持ちいい曲なんですけどね、まあ、映画などにもよく使われてたりとかね、皆さんぜひ覚えてください。1812年です。祝典序曲1812年、チャイコフスキーの代表作でもありますね。何かまあ、お祭り事とかがあるときにはこの曲っていうのはすごく入ると思いますのでね、結構覚えていただくといいかと思います。ということで BGM 一度下げてですね、はい、はい、では曲の方に参りましょうかね。まあ、最近ねこの曲よく聞くとは思うんですけどね、僕もこの曲が使われてるから見に行きたいんですよ、なかなかね時間が取れなくて、まあ、まずは聴いてみてください。ダオコ&ルーンズゲンジで打ち上げ花火。ということで本日はやはりパソコンの不調のようですね、なかなか見れない、まあボリュームもだいぶ絞られてるのかな、ちょっとね動画の音声もちょっと不安になってきましたね。全然メッセージが入らないっていうのは多分これはもうパソコンの不調ですね、すみません、事前の確認不足でしたね。それでも観覧3人もいらっしゃって本当にありがとうございます。シュプリームさんとかも見ていただいているのかと思うと本当にもういつもいつもありがとうございます本当に。ただねもうコメントが来ないのでちょっと曲を多めにしちゃってね申し訳ないんですけどね、はい、コメントはいただいてるんでしょうけどねちょっと見れないっていうのがすごく残念でしょうがないです、申し訳ありません。また来週もですね面白い話を考えてちょっとお届けしていけたらなとは思ってるんですけど、なんせ僕もまだまだ喋りが下手くそなのでどれだけお伝えできるかということでね勉強させていただきたいと思います。ぜひまた皆さん来週もですね見ていたお聞きいただければ幸いでございますので、
よろしくお願いいたします。はい、お聴きいただいた曲は、ダオコ&米津玄師で、打ち上げ花火でした。ですね、今日はですね、中大教の岡田さんがゲストに来ていただいて、大事なこの制度のお話をしていただきましたけども、なかなかね、このパソコンの不調で追加するのコメントが拾えずですね、本当になんか申し訳ないなとは思っております。ただもう最後はね、やはり明るく締めたいと思いますので、はい、今 BG でちょっと差し込みましたけどね、はい、こちらですね、ゴエクエイショ先生の、今度のアルバムに入っているですね、曲の金沢エイショ節、リミ、これはクガニリミックスバージョンということで、今日はこの曲でちょっとお別れしようかなと思うんですけどね、はい、今エイショ先生大人気ですから、40年もキャリアがあるとね、いろいろ紆余曲折あったのかもしれませんけど、今こうしてですね、大ヒットってことはもう本当にね、すごく喜ばしいことでありますの で、なんか本土の方でもね、なんかすごいね、面白いと話題になっているそうなので、皆さんぜひね、こちらの曲も覚えていただければということで、最後におかけしましたということで、本日もお聴きいただき誠にありがとうございます。でこの後6時からはですね、また月曜日で放送されてました平木先生の番組がお引越しということで、6時から放送されますので、皆さんぜひお聞きいただきたいと思います。でまたね、木曜日面白い番組続きますので、この後も、FM ギノワ、お聞きくださいということで、今日は木曜日担当キャンがお届けしてまいりました。でまた来週お会いしたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
ではもう時間ですね。さようならということで、また来週お会いいたしましょう。ツイキャスお聞きの皆さん、どうもありがとうございました。すいません、もう本当に今日はコメントがなかなか拾えず申し訳ないんですけど、またね、来週ちょっとパソコンをチェックしてから来ますので、はい、ぜひコメントとまたいただければと思います。ということで、よろしくお願いいたします。本日は以上になりますので、また来週お会いいたしましょう。お疲れ様でした。